動画撮るよ。まず無印で買ったのがどれやったっけな。これ、アコラのロールケーキ。すごい、美味しそう。おならみたいになったよ。はい、4個入り。で、買う。きなこバーンと、チョコがけバーン。美味しそう。不揃い。美味しそうな不揃い。まだ買ってた。これ、チョコがけオレンジと、これは、フルーツミックスケーキ。なんかね、美味しそうだな。だなって。何が入ってるのかな。レーズン、洋酒漬けが入ってるので、これは美味しいやつです。で、靴下がちょっとなんか紳士用の24センチから28センチのこの手のタイプ、なんか3足で690円だったの。これを3つ同じ色とこれも紺色の同じ感じ3足買いました。ちょっとなんかしっかりしてる感じがする。文字の以上かな。いや、これまだ1個買ってた。これ初めて見て、ラムチョコがけいちご食べながらやろう。あ、すっごい冒険いちご。うん、あ、すんごい美味しい。おすすめ。すんごいいいかと。これ食べたい。次がカルディで初めて見た。これ照り焼きスター、塗って焼くだけで照り焼きバーガーの味、ね、いいよね。パンとか塗って焼くだけでいいらしい。ハンバーガーとかにしてもいいかなと買いました。なんかね、この安くなって 30% オフだったんだけど、この298円が 30%、 はい、計算してスウェーデン、サバのトマトソースにで、サンドイッチはパスタにぴったりですって書いてあるので、近々使ってみたいと思います。これベルギーのこれすごいね、美味しいんだけどちょっとお値段するので買うのか迷ってたけど、この10パーオフだったら使ってみました。貧乏症。はい、これもなんか美味しそうだった。トマト屋さんの、トマト屋さんが使ったピザソース、え、作ったトマト屋さん、でも字が読めんなとこれね、名古屋のトマト屋さんが作ったらしい。美味しそうです。チューブの調味料買いがち。まだね、桜商品が結構残ってて、桜カステラ、桜の葉っぱが入ってるとかって書いてあったので、長く持つので買いました。いつまで賞味期限書いてない。あよ、4月1日まで。早めにちょっと食べなきゃ。で、これなんかね、レジのすぐ近くにあって、うわ、美味しそうと。まんまと買っちゃう。やつです。キャメルコーヒーで販売してるやつです。絶対美味しいよね。ピスタチオとチョコだもん。で、最後かな。このちょっと台湾頑張れってことで、で果汁 5% 入ってる桃のビール。桃テイストビール。とこれがレモンのビール。あくまでビールです。カルディに行ってきました。早速、入り口で、安かったやつで、アイスティー無糖、これすごく美味しくて、セール対象品だったのかな。
っと二度き買ったりしてるんですけど、あの紅茶はスリランカ、中国、インドネシア、インドをこうなんかうまく混ぜてる感じです。香りのなんか、ね、強いだし、私は無糖派なのでここで冷やして飲んでます。このぜひ見かけたら買ってみてください。でこれまだありました。まだね、桜が咲いてないからこれいいよね。美味しそう。そうそう、これもちょっとなんか期限が迫ってるのかなんかで安くなってました。なんかね、クリームチーズと生ハムの組み合わせのお菓子ですね。生ハム&クリームチーズ風味、ジャパンプリトネ株式会社茨城県って書いてあるんだけど、これどこの国のかちょっとわかんない。どこだろう、どこだろうか。まあでもなんかちょっと美味しそうなんで楽しみにしてます。かわいくない、これすごいかわいいなと思って、テントウムシのチョコレート買いました。かわいい。で、これなんかね、あの他の人がインスタで上げててどうなのかなと思って、なんかあったので、あーあるじゃんと思って、なんかすごくもう簡単みたいで、オーブンを予熱したところに、お湯を張って焼くそうです。もうこれはもうこのポンピンとお湯を入れて5秒ぐらい、生地をすくっ、違うね、お湯を 100ml 入れ、生地をすくって落とした後が5秒ぐらい、落とした後がね、5秒ぐらいこうリボンを巻くみたいに残るようになるまで泡立て器で混ぜて、もうただ焼くだけだから、これとお湯があればできちゃうという便利商品です。いいね。で、これ前も買って美味しかったんで、これも製品だったのかな、買いました。ちょっとね、あの小腹が空いた時とかちょうど1人前でいいですよね、これ。とこれなんかね、これは、期限が短くなってたので、安くなってたナタデココ伊勢をね風靡したナタデココを、マンゴーのシロップにつけたものです。でちょっとヨーグルトとかに混ぜたりとか、ちょっと朝食べたりとかするのにいいかなと思ってこれに買ってみました。これはね、どこのかな、タイ産ですね。ナタデココマンゴー果汁漬けなんで、100円だったらすごいよねと思って。でしかもなんか6月まで期限が迫ってるって言ってたんだけど、6月まで持つんで、それまでには食べちゃおうかなと思って買いました。それね、カヌリーのパスタがすごい、これ美味しいですよね。これね、これがあのちょうどこれもセール対象品になってて、一応これ2つ買いました。もうね、小麦が上がるかなっていう時にセールしてくれてすごい助かりますよね。でそれからね、韓国のラーメン大好きで、あんまり辛いの食べれないんだけど、これどうなんだろうと思って、でもこれねすごいなんか美味しそうだった。でも赤い点なんかもこう辛いのかなとか思いながら、でもなんか激辛とかは全然書いてないんだけど、ピリッとっていう表現、ピリッとがどの程度のピリッとかがちょっと分かんない、わかんないんだけど、魚介系のなんかどうやらラーメンです。その、ね、5種類の野菜と海藻類で、乾燥イカとか入ってるので、イカが入ってたら間違いないかなと思って買いました。これ美味しそう、見たことなくって、すげえじゃんと思って、一品って書いてるんですね。ちょっとハングル読めないからわかんない。はい、ということで、以上になります。今日はね、なんかゴミの方をちょっと次男のお友達と一緒に遊びに行ったので、ちょっと、ね、すごいの見かけて買いました。見てこれ、紅窓かでかいでかいよね。何に比べたら分かりやすいかな、なんかすごいこれ、何に比べたらいいかな、何と比べる、ハンドクリームとかどこだ、これなんか多分うちの犬より重いんじゃないかっていう、なんか中の果肉があのちょっと薄ピンクらしいです。
すごい楽しいです。やっぱりね、ほら、ポンカン。これ200円だったらすげー安い。ポンカンがこれ200円。これなんかね、キメが細かいから、多分すっごい甘いと思う。今年の柑橘はもう、おすすめです。じゃあね。